はい、こんにちは。今日はですね、まあ、ちょっとね残念な話があったんでね、ご紹介したいと思います。今日のお話はですね、今ここ映してますマイナンバーですね。マイナンバーの、カードの更新っていうのはね、ちょっとねこれどうかなというふうにね思ったことがあったんでね、今日ご紹介したいと思います。私ね、我が家、私というか我が家ですね、我が家4人家族なんですけど、今から何年前かな、4年、5年ぐらい前にですね、マイナンバーカードをですね、作りました。かなりね、早い段階でね、マイナンバーカードを作ったんですけど、で、先日ですね、マイナンバーカード、5年前に作ったマイナンバーカードの更新をしてくださいっていう風なアナウンスが来てました。どうもね、誕生日順に来るみたいで、まあ、我が家、一番ね、誕生日早いのが、うちの相方で、次に長男、そして長女。で、私が一番最後、年明けの1月なんですけど、来てました。でね、7月には、長男がね、誕生日があったんで、長男のね、マイナンバーカードの更新をしてくださいっていうふうな通知が来てました。で、更新の方法はね、何だったかな？なんか、パソコンで更新する方法と、あと、まあ、市役所、役所に行って更新するっていうのがあるんですけど、私ね、我が家には、パソコンはですね、Mac と Chromebook しかなくて、Windows のパソコンはないんですね。で、どうも Windows のパソコンで、プラス、IC カードリーダー、まあ、ソニーの多分パソリとかそうなんだと思うんですけど、あれ、プラス、まあ、Windows パソコンがないとね、なんかできないみたいなんで、まあ、うち Mac しかないんでね、Mac と Chromebook しかないんで、まあ、それはできないなと思って、まあ、役所に手続きに行きましたと。で、役所に更新の手続きには、まあ、相方が行ったんですけど、子供のね、長男のマイナンバーカードの更新の手続きに行ったんですけど、実際にその場で渡してくれるわけじゃなくて、まあ、その日は、更新の手続きだけで、で、後日、まあ、取りに来てくださいと。いうことで、まあ、5時に取りに来てくださいっていうふうに来てたのが、このね、今ここに映してます、このハガキでございます。でね、このハガキが来てたので、マイナンバーカードをね、受け取りに、私がね、行ってました。なんかね、未成年の場合には、本人だけではなくて、まあ、その世帯主なんで私と、あと世帯主の、身分を証明する証明書、まあ、運転免許証とか、パスポートとか、なんかその辺のものですよね。それ持って、取りに来てくださいというふうに、書いてました。で、どうもね、相方がその更新の、マイナンバーカードの更新の手続きを しに行った際に、まあ、お子さん未成年なので、未成年の方であれば、ご本人さんがいなくても、その世帯主の方、だけでもいいですよというふうに言われたみたいなので、まあ私一人でね、今日取りに行ったんですけど、取りに行ったらですね、なんか本人がいないとダメですと、というふうに言われちゃったんですよね。あら、なんか話が違うぞと思ってですね、いや、なんか、そう、本人いなくてもいいみたいなことを聞いたんですけどって言ったら、いや、ダメですと、いうふうにね、言われちゃいました。で、じゃあね、私と、長男、今中学1年生の長男と一緒に、まあ、来るとなると、まあね、学校仕事は終わった、まあ、夕方もしくは夜か、まあ、休日しかないんですけど、まあ、そういう日って空いてるんですかって聞くと、土曜日日曜日は休みですと。で、この窓口も17時15分だから夕方の5時15分までですという話で、じゃあね、カード受け取れないじゃんと。私もね、仕事を普通に17時半までありますし、まあ、長男もね、学校があったり、特に今年はね、なんかコロナの関係でね、授業がね、7時間ぐらいの授業になってるんでね、そんな時間にね、終わらないんでね。ということで、まあ、いつ取りに行けばいいんだっていうような感じでね、なんかね、もやもやするなーっていう感じでね、帰って、まあ、結局カードはね、受け取れずに帰ってきましたっていう感じでございます。まあね、
いろいろとね、言いたいこと。なんで、まあ、Windows だけしか対応してないんだ。まあ、Mac、なんで対応しないのっていうのもありますし、あとはね、うちの相方がね、カードの更新の手続きに行った時には、本人いなくても、世帯主の方だけでもいいですよって言われたにもかかわらず、取りに行ったらダメですよっていう話もあるし、あとはね、平日の、17時15分までじゃないとダメですよとか、なんかなかなかね、すごいこうハードル高いなと思ってね、まあどうなんだろうというふうにね、思いました。まあね、まあこればっかりはね、ちょっと、まあ、ね、いくら抵抗してもね、もらえないものはもらえないんでね、まあどっかタイミングね、見つけて、まあまたね、カード取りに行こうかなというふうに思います。はい、今日はですね、マイナンバーカードの更新のさ、更新手続きしようと思ったんですけど、カードの受け取りができませんでしたというお話をしてみました。この動画がね、参考になりましたら、ぜひ、グッドボタン、高評価ですね、お願いいたします。またね、マイナンバーじゃないや、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。